今日はどう？いい感じ。頑張れ。ここは新しい楽しみが尽きない街です。やりたいことは今やろう、そう決めました。人生は無限ではないのだから。振り返れば絶好のタイミングだったのかもしれません。ここが私たちの新たなスタート地点。季節は巡り、湘南はまた美しい季節を迎えようとしています。平塚はかつて旧東海道の宿場町として栄えた町。湘南エリアの中でも湘南の原風景とも呼べる静穏な町並みと風土が今も息づいている。平塚駅の北側はかつて徳川将軍家の別荘中原御殿が設けられ、江戸時代からの交通の要衝として、明治以降は商業の地としても発展していく。一方、駅より南側の海岸のエリアは抜けのいい大きな空が広がり、著名人に愛された閑静な街並みが残る羨望の地。その風光明媚な穏やかな時の流れは今も受け継がれている。そして防風林として長い歴史を持つ黒松林を抜ければ今日も普通に海がある。見上げる空は高く広く、風は穏やかで、時は緩やかに過ぎてゆく。何もしない自由時間。この街は人を癒す力があるようだ。優れたアクセスでオンとオフを自在に行き来する湘南平塚。 JR 東海道線湘南新宿ライン平塚駅から横浜駅まで直通29分、品川駅48分と都心へダイレクトアクセス。さらに平塚駅始発の列車は朝を中心に1日33本もあり、座ったまま楽々通勤可能。また小田原、熱海などのレジャースポットへのアプローチもダイレクト。仕事と暮らしが一本でつながる、そのリアルは大きい。
それだけではない。平塚は日々の暮らしに便利な商業施設が身近に揃う街。リニューアルした駅ビルラスカ平塚をはじめ、平塚市が誇る伝統の七夕祭りやよさこい祭りの舞台となる湘南スターモール商店街、ベニヤパールロード商店街、湘南エリアを代表する大型商業施設ララポート湘南平塚や OSC 湘南シティは、幅広い世代の人々が集い活気とにぎわいを見せる。さらにスポーツ施設も充実。 J リーグ湘南ベルマーレの本拠地スタジアムをはじめ、数々のプロスポーツが行われる野球場や体育館が点在。そして週末、私たちは港へ向かう。その日とれた新鮮な魚はいつも美味しい。贅沢よね。そして変わりゆく時代の中で、平塚もまたその先の未来を迎える。文化芸術の創造拠点になる平塚文化芸術ホールを中心とした見附台周辺地区の再整備事業には、スーパーマーケットや飲食店舗などの商業施設が先行開業。平塚のシンボルである海辺のビーチも進化する。湘南海岸公園龍城ヶ丘ゾーンはマルシェやカフェ、レストランなどの施設に加え、芝生の丘やシーサイドテラスなど、人々が集い新たなライフスタイルが広がる公園へ。湘南平塚の海をよりアクティブに楽しめるだろう。なお本敷地北側は大型商業施設の建設予定地となっている。遠くにあった自然が今はすぐそこにある。豊かな緑と愛し続ける山もある。川もある。自然とつながる暮らしは本当の豊かさなのかもしれません。人生を変えようと始まった旅は正解でした。駅から海へと続く南側の貴重なこの地に、壮大なスケールで描く湘南神経。その湘南エリア海側、19年ぶりにして平塚市最大、全425邸の大規模レジデンス、シティテラス湘南平塚。そこはまるでリゾートにいるかのような優越感漂う邸宅。モノトーンを基調に洗練されたスタイリッシュなデザインが街に際立つ。植栽に囲まれたおよそ15メートルのアプローチを抜けると、二層吹き抜け、ガラスをまとったエントランスが優雅な日常をもてなす。その先にはスリースパンに及ぶ開放的な吹き抜け、巨大な大理石調の壁と大型ガラスで構成されたダイナミックな空間デザイン。アクセントに取り入れた木のルーバーがぬくもりと安らぎを醸し出す。それはまるで
一流ホテルを彷彿させる贅を尽くした迎賓空間。思い描いたのは住まう方の理想を最大限形にした住まい。敷地面積およそ15,500平方メートルの広大な敷地に、空地率およそ 50% を超えるゆとりを確保。緑を抱き心地よい風が吹き抜ける開放感を持たせたグランドデザインを実現。建物は南向きを中心に、建物同士が見合わないように配慮したレイアウト。プライベートな眺望と降り注ぐ太陽の光を享受できる。地域に開かれた広々としたランドスケープは、誰もが潤いと安らぎを感じて憩える空間を追求した。車の動線は2つのルートを設け、歩行者と車の動線を分離することで住まう人々の安全性を高める。敷地内には平置きを含み全車ハイルーフ対応の駐車場を確保。車の乗り降りが快適な大きな庇を設けたコーチエントランスが、上質でスマートなカーライフをサポートする。さらに湘南ライフをクリエイトする共用施設。変化への対応が求められる時代に合わせ、居住者専用のテレワークラウンジを設け、多様なビジネスシーンに生かされる空間となるだろう。あなたのその一言が一番大きな優しさなのかもしれません。どうしたの？ほらパパを見て。チャレンジチャレンジ。自然とつながる暮らしを謳歌する湘南神経。湘南エリア海側、19年ぶりにして平塚市最大、全425棟の大規模レジデンス、シティテラス湘南平塚。パパはね、今を楽しむために人生を変えたんだよ。自然がくれる数えきれないほどの記憶は、人生を価値あるものにするだろう。